はい、皆さんこんにちは。サイバーコネクト通代表の松山でございます。ご質問です。新しいドットハックやリマスター版を作るより、古いタイトルのデジタル版の発行についてどう思われますか？多分、バーチャルコンソールとかね、ゲームアーカイブスみたいなものを指してるんだと思いますけども、いわゆる昔のゲームが、今のゲーム機で配信で、買って遊ぶってことは、ええー、ことしかないやん。全部いいことやん。なんで、じゃないとさ、昔のゲームって基本的にもう生産してないからさ、前のハードなんかは絶版やから、それ欲しいって言ったって中古で買うしかないしさ、中古だけでやっていくとゲーム業界にお金は回らなくなるわけだから、まあ、そういったものを今のお客さんにね、安い値段で提供できて遊べるって、いいことしかないやん。全然いいと思いますけど、昔のゲームとかでね、今は事情があって配信できないタイトルとかもやっぱあるわけですよ。特に日本なんかこうジャスラックとかってね、いろいろ問題もあって、その該当楽曲が入ってるおかげで配信できないっていうことだってやっぱあるわけですから、配信できるものはすごくありがたく私も遊ばせてもらってますね。なので、いいと思います。